こんにちは、賃貸の関の吉田です。本日は奈良県天竜市のですね、田部町にございますサンレッド宮城のですね2の方のご紹介をさせていただきます。今回見ていただくのは2階部分のご紹介となります。まずね、早速リビングの方からスタートしていくんですけども、人気のね、立地であります田部町エリアのですね、こちらおすすめの物件となっております。非常にね、広々としたリビング広がっておりますね。この辺りでダイニングを取っていただいて、こちら奥のね、バルコニー側でリビングにしていただくというような使い方が十分可能となっております。こちらバルコニーになるんですけども、バルコニーの方を開けますとこのようなバルコニーになっております。で、こちらね、南向きの非常に日当たりのいい、そんなバルコニーになっておりますので、洗濯物とかね、よく乾くと思います。こちらのガラスなんですけどもね、2枚のペアガラス仕様の合わせガラスとなっておりますので、非常に防音効果の高いものを使っております。続きまして、こちらがね、設備でありますエアコンとなります。これ1台でね、リビング十分使っていただける大きさになってますので、買っていただかなくても大丈夫です。また非常にね、もう綺麗なアクセントクロスが目を引きますね。こちら、そのアクセントクロスの背面側になるんですけども、カラーのインターホンついております。しっかりカバーに入れるタイプですね。こちらはリビング収納となっております。結構大きく入れるそうですね。こちらキッチン部分ですね。キッチン自体もね、非常に大きなものを準備しております。このものですね、収納スペースももうね、たっぷり取っておりますので、たくさん荷物をね、食器とかそういったものになると思うんですけども、入れてもらうことも可能です。こちらが給湯器のリモコンとなっております。それではこちらのドアを開けてですね、奥の方へ進んでいきますね。はい、まずはこちら水回りですね。シャンプードレッサー、それからこちらが洗濯機置き場です。はい、こちらお風呂場となっておりまして、お風呂の方もね、非常に綺麗なお風呂で、浴室乾燥機もついております。こちらがおトイレですね。はい、お仕事付きです。このトイレの前はね、少しこういったクローゼットになっておりまして、洋服とかね、入れてもらうのも重宝しそうです。洋室になるんですけれども、こちらの洋室で、結構広めの部屋ですね。8畳、9畳ぐらいありそうですね。主寝室といった感じでしょうかね。結構広いを使います、ね。こちらのクローゼットもかなり大きくて、もう壁から壁までありますんでね、約2倍ぐらい。よくあるクローゼットの2倍、ね、2個分ぐらい、そんな収納力がありそうなクローゼットです。そしたらね、ごめんなさい、最後のリビングの隣の部屋ですね。こちら、リビング脇の部屋となります。こちらの部屋はね、先ほどと違って、6畳ほどの大きさとなっております。こちらにもね、クローゼットが付いておりますので、こちらで寝ていただくことも可能です。以上でね、サンリッド宮城のですね、ご紹介の方を終わらせていただくんですけども、非常に広々とした室内に、小気味よく作られた収納がとても便利そうな印象を受けました。詳細の方をですね、私ども賃貸のお先のホームページでお早めに確認いただいて、ご内見のおすすめをさせていただきます。奈良のおもてなし、奈良心、賃貸のお先では皆様の家探しを全力で応援いたしております。ご視聴ありがとうございました。